皆さんこんにちは。しまかぜチャンネルです。本日は令和3年4月11日、日曜日です。今日は、ここ、近鉄大阪上本町駅に来ています。今回はここから、ある特別な列車に乗りまして、三重県は賢島に向かいたいと思います。特別な列車といっても、サムネイルからわかると思いますが、奥の方から見えてきました。12200系スナックカーです。大阪上本町駅、地上ホーム7番乗り場に入線。この車両は今年の2月、定期運用を終了したんですが、今回は臨時特急として、賢島まで走ることになりました。それでは乗車。スナックカーの旅を楽しみたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は賢島行き特急です。さあ、扉を閉めまして、抵抗制御の音を響かせ、大阪上本町を出発。時刻は9時38分。いよいよ賢島へ向けた旅の始まり。気分も高まってきます。次の鶴橋までは約3分です。地下から上がってきました。難波線と合流。これが大阪上本町駅地下ホームの様子。鶴橋に到着です。大阪環状線は乗り換え、高架下にはコリアンタウンが広がっています。鶴橋を出発。多くの鉄道ファンの方がホームの端で撮影されていまして、このスナックカーがどれだけ愛されているかよくわかります。次は奈良県の大和高田。お待たせしました。近鉄旅客をご利用いただきありがとうございます。この電車は鹿児島行きの特急です。途中大和高田、大和八木、灰原、長見、伊賀間です。相模原温泉口、伊佐高川、松阪、伊勢市、宇治山田、伊豆津川、鳥羽、島磯部、宇賀谷と参ります。次は山の高田、座席は全て指定となっています。特急券の指定番号の席にお座りください。自動放送が流れまして、奈良線と分かれていきます。テラミスみたいな2層構造を持つ不正器を通過。火の鳥とすれ違いまして、河内山本駅を通過。この駅から市議線が分岐しています。さらに進みまして、列車は高安駅を通過。高安検車区が見えてきます。ここにはスナックカーも止まっていました。大和川を渡りまして、大阪教育大前駅を通過。大阪上本町から約20キロ進みました。新玉手山トンネルに進入。このトンネルの横には旧玉手山トンネルも残っています。旧玉手山トンネルは
かなりカーブしていてかなり速度を落とさないと通過できなかったんですが、今通っている新玉手山トンネルは全区間直線かなりの速達化が図られました。このトンネル内で大阪府から奈良県に入っていきます。列車は奈良県に入ってから6駅進みまして大和高田駅に到着です。大阪上本町出発から約30分が経過しています。さあ、列車は大和高田を出発しまして、次は大和八木なんですが、今、手前から線路が分岐していきましたよね。これは短絡線といって、簡単に言うと2つの路線をショートカットして結ぶための線路なんですね。この短絡線は大阪線と橿原線を結んでいます。この大和八木付近にはもう1本短絡線が存在していまして、合計2本の短絡線が存在しています。この動画ではもう1つの短絡線を紹介することになります。列車は大和八木に到着です。橿原線と接続が取られています。大和八木を出発しますと山あいに入っていきます。列車は今、大和朝倉を通過中。この駅は2018年のダイヤ改正で急行が停車するようになりまして、これまで灰原、船張発着だった準急区間準急の大半が当駅折り返しとなりました。列車は奈良県最後の停車駅灰原に到着。三本松、赤目口間で奈良県から三重県に入ります。列車は三重県最初の停車駅名張に停まりまして、伊賀神戸に到着です。伊賀鉄道線と連絡が取られています。駅名に伊賀が入ると三重県に来た実感が湧いてきます。この伊賀は今列車が通ってきました。険しい山々を表す伊賀が由来と言われています。近鉄随一の秘境駅として知られています。西青山を通過しまして、新青山トンネルに入っていきます。全長5652メートル、日本の大手私鉄最長のトンネルになっています。大阪方面に向かう一部の特急列車では130キロ運転も行われています。トンネルを出たんですが、ここにある架線中他の場所に比べて間隔が狭いと思いませんか？これはトンネル内は断線を防ぐために特殊な架線を使っていてですね、その特殊な架線から一般的な架線に切り替えるために架線中の間隔が狭くなっています。列車は多くのトンネルを抜けまして、榊原温泉口に到着です。駅名の通り、駅からバスで10分ほどのところに榊原温泉があります。列車は榊原温泉口を出発しまして、上下線で分かれてまたトンネルに入っていきます。まもなく伊勢高川中川に到着します。通過潮目4発不具合南部方面は踊り前です。列車は間もなく伊勢中川に到着。ここで今日の動画2回目の短絡線のご紹介です。ここには中川短絡線という短絡線がありまして、大阪から名古屋へ向かう列車とその逆の列車が使用しています。この伊勢中川付近は大阪線と名古屋線と中川短絡線がいわゆるデルタ構造をなしています。お、大人気鉄道系 YouTuber スーツさんの看板もありますね。名古屋線が合流してきまして、赤福の植民地伊勢中川に到着です。ここで大阪線は終了、山田線に入っていきます。伊勢中川を出発すると田園地帯が広がってきます。そのためか伊勢中川の到着メロディーは田園という曲になっています。列車は松阪に到着するところ、和歌山からやってきた JR 紀勢本線と
当駅、松阪で終点の JR 名勝線が合流してきました。列車は、串田川を渡っています。疎水百選に選ばれており、この地域の農業を支えており、最近では小水力発電にも利用されています。では、ここでこの車両の紹介。12200系は1969年に登場。車内に軽食を提供するサービスを備えていたことからスナックカーの愛称で親しまれました。2021年2月12日、定期運用を終了し、現在は臨時特急などでしか運行されていません。今回乗車しているこの列車も臨時特急として、4月10、11、25、29日の4日間運行されました。今回乗車しているのは大阪上本町と賢島を往復する列車ですが、名古屋と賢島を往復する列車の設定もありまして、この列車よりも20分ほど先に賢島に到着することになっています。それでは12200系、スナックカーを詳しく見ていきましょう。まずは外観から。アスカオレンジとネイビーブルーの2色で塗装されていまして、近鉄といえばこの色と思う方も多いと思うんですが、新塗装化が進められまして、他の特急車両たちは色を変えていく中、この伝統の色を守り続けてきました。新塗装化から外された時から鉄道ファンの中ではスナックカーの引退がそう遠くないことを予想していました。この伝統の色はスナックカーの引退をもって見られなくなってしまいます。編成の違いや天候によって色が変わって見えるのもまた味があります。幕式の方向幕や札を差し込むタイプの号車表示がなんともレトロな感じ。それでは車内を見ていきましょう。車内には2対2の転換クロスシートが並びまして、全体的に落ち着いた色が用いられています。荷棚は車体更新時に照明がついたものに交換されました。車内は間接照明になっていて、とても優しい感じです。デッキと客室との間の扉は自動扉、連結部の扉は手動扉になっています。トイレは洋式トイレと和式トイレが両方あります。この車両は1969年に登場したので当時は洋式トイレがとても珍しいものだったんですね。この車両の登場の翌年、1970年の大阪万博に訪れる外国人観光客が利用することを想定して取り入れられました。今となっては洋式トイレと和式トイレがどちらも存在している車両っていうのは珍しいですよね。トイレの話はここまでにしておきましょう。またまた面白いものを見つけたんですが、これ見てください。入り口のすぐそばに洗面所があるんですね。足元のペダルを押すと水が出る仕組み。さて、このスナックカーは折り戸といって、皆さんのお家のお風呂のような開き方をするんですが、もし扉が開いた時にここで手を洗っていたら扉にどつかれてしまいます。乗る時に手を洗って、降りる時にも洗う、今の世界情勢を見越していたかのような設計ですよね。皆さん大好きなおしぼりもここに置いてあります。取るのは一人一本にしましょうね。避難用のはしごが置かれていたり、荷物用のスペースが設けられていたりする号車もあります。本当にたくさんの機能がありますよね。ここには車内販売室があったそうです。ここで車内販売が行われていたなんて、なんかロマンがありますね。さあ、車内探検はこれくらいにして、座席を詳しく見ていきましょう。2席が一体化しておりまして、座席間のセンターアームレストはありません。画像しかなくて申し訳ないんですが、この黒いボタンを押すと、座席が倒れるんですが、リクライニング角度は少し浅いかなといった感じ。しかし、前の座席の下に切り欠きがありまして、足は十分に伸ばせるようになっています。座席はこのペダルを踏んで回転させるようですが、
この情勢ですから、飛沫感染を防ぐため、座席を回転して、向かい合っての利用は、お控えくださいというアナウンスが、なされていました。座席に背面テーブルはなく、肘掛けの蓋を開けて取り出す、インアームテーブルになっています。パソコンは置けませんが、軽い食事等は、楽しめるのではないでしょうか。前の座席の背面には網ポケットがついていまして、荷物を入れられるようになっています。あと、注目していただきたいのが、この何かを塞いだような四角い跡ですね。勘のいい方はわかるかもしれませんが、ここには灰皿があったんですね。近鉄では2020年2月1日に全席禁煙化を行いましたから、その際に撤去されました。一時期はこの撤去工事が済んでおらず、使えない号車もあったそうです。またスナックカーには喫煙室がありません。これも引退が決定する大きな理由の一つになりました。切符にもしっかりその文言が記されています。もっと、たくさん紹介したいところなんですが、車内の紹介はこの辺にしておきましょう。ここからは再び、賢島まで車窓をお楽しみください。あと約1時間で賢島に到着です。列車は三重県で最も長い川、宮川を渡りまして、滝駅からやってきました。JR 三宮線と合流、伊勢市に到着です。JR 東海の列車を眺めながら、伊勢市を出発。出発するや否や、宇治山田駅到着の案内が流れます。まもなく、宇治山田。宇治山田に到着します。お出口は左側です。この伊勢市、宇治山田間は、駅間距離が短いことで有名ですが、その距離なんと、600メートル、かなり短いですよね。右側に大きくカーブしながら、高架を登っていきまして、宇治山田駅に到着です。伊勢市、宇治山田の近くには、伊勢神宮の下宮があります。この宇治山田駅は1931年開業当時の駅舎を今でも残しておりまして、天皇や内閣総理大臣が伊勢神宮を参拝される際に利用する貴賓室が備えられていることで有名です。宇治山田を出発しまして、山田線から鳥羽線に入ります。五十鈴川に到着、伊勢神宮、内宮の最寄り駅となっています。スナックカー乗り号もあったそうですね。怒涛の3駅連続停車を終えました。で、なんで3駅連続で停車するのかと言いますと、この、伊勢市、宇治山田、五十鈴川の3駅の近くには、先ほども紹介した通り、伊勢神宮がありますから、特急も停車するようになっているというわけです。特急が、各駅停車になってみたかったわけではありません。五十鈴川から約10分、列車は鳥羽に到着です。JR 三宮線の終点でもあります。ここから先、賢島まで競合路線はなく、近鉄でしか行けません。鳥羽を出発すると、最後の経由路線、島線に入ります。進行方向左手に、海が広がります。鳥羽湾。こんな綺麗な景色を見ていると、日頃の疲れも吹き飛んでしまいます。これも旅の楽しみの一つですよね。三木本真珠島や鳥羽水族館なども見えるんですが、こちら側に気を取られてはいけません。皆さんは進行方向右手に注目してください。線路沿いに道が続いていますよね。ここにはトンネルもあります。実はこれ、近鉄島線の旧線跡なんですね。さらにその奥には、鳥羽城跡も存在しています。さっきのトンネルを列車が通っていたなんて、想像しただけで、もう、たまりません。この道は、普通に歩けるようになっておりますので、一度歩いてみてはいかがでしょうか。列車は中野号で運転停車、
運転停車というのは通過する設定の駅ですれ違いなどのために扉を開けずに停車することです。島線は単線ですので列車の行き違いのため多くの運転停車をすることになりまして、賢島までは近いように感じますが、まだ30分ほど列車に揺られることになります。中野号を出た付近で急線が賢島方面の線路と合流していました。島線は全線が単線というわけではなくて、一部は複線区間もありますので、このように駅以外での列車のすれ違いもよく見られます。で、よく考えたら島線の列車かなり高頻度で運転されていると思いませんか？実は運行されている列車の多くが特急列車なんですね。島線内のみの需要だけでなく、賢島から大阪、名古屋などの終点までの経由路線の需要を考慮して、特急列車が多く運行されています。さあ、列車は島磯部に到着。この駅、かなり設備が大きいと思いませんか？実は昔、この駅は島スペイン村の最寄り駅だったんですね。しかし、次に止まる宇方駅にその役目を取られてしまったので、大きな設備だけが残されてしまいました。ということで列車は最後の停車駅、宇方に到着。先ほど言った通り、現在、この駅が島スペイン村の最寄り駅となっていまして、バスも出ております。もうここまで来てしまいました。終点賢島はあと2駅先、5分で到着します。列車は宇方をゆっくりと出発、次が終点の賢島です。宇方駅から終点賢島駅までは複線になっています。最後の通過駅、島新名駅を通過。美しく聞こえる車内チャイムも、なんだか寂しく聞こえます。さあ、終点、賢島駅が見えてきました。大阪上本町から約2時間40分、175キロ。12時38分、終点、賢島駅に到着です。真珠を育むリアス式海岸で有名、阿吾湾に浮かぶ島の一つ、賢島に駅が置かれています。今は、この駅が島線の終点となっていますが、昔はこの先、線路が続いていまして、真珠港駅というのがありましたが、スナックカーの登場と同じ年に廃止されてしまいました。いろいろと調べていくうちに、たくさんのことが分かってとても面白いです。この乗車が、最後のスナックカー乗車になるかもしれません。しっかりと車内の様子を目に焼き付けて、スナックカーを後にします。ということで、賢島駅に到着しました。いやー楽しかったです。やっぱりスナックカーは昭和の雰囲気が感じられていいですね。隣には名古屋から先に到着したスナックカーが停車していまして、短い間でしたが、2編成のスナックカーが並ぶということになりました。先に名古屋から来たスナックカーが回送。その後、私たちが乗ってきたスナックカーが回送されていきました。撮影から帰ってきてから気づいたんですが、
今回大阪上本町からの便にはスナックカーの NS39 編成が使われていまして、39には幼稚ではありますが産休といった意味が込められていたのではないでしょうか。スナックカーが去った後の賢島はさっきよりか少し静かになった気がします。ということで長い動画でしたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。スナックカーの動画お楽しみいただけたでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。